逃げないしかない。まさに。はい。今出たね。今回はコラボ動画です。もうチーカー YouTuber といえばこの方、うん、そうです。この方、ありがとうございます。京と申します。また来てしまいました。よく来てくれましたね。はるばる、ありがとうございます。いやー、ありがとうございます。今日はね、3人でチーカープライズを取っていきたいと思います。そしてその1つ目が、こちら、うん、おー、ヒロアカのね、コラボでね、かっちゃんとかちはるちゃんのぬいぐるみとなってます。なぜこれを狙うかっていうとね、はい、レオナが欲しがってたんです。前ね、ちょっと挑戦したんだけど、はい、ちょっと途中で諦めちゃって、まあ、この機会にね、うん、お見合いにしたいと思いまして、頑張りましょう。ちなみに広岡側の推しなんだよ、はい、レオナ、かっちゃん推しなんだよ。この動画でいくつかプライズ取っていくと思うんで、これがまだ一つ目と、じゃあ、ね、まだちょっとね、先長い戦いになると思うけど、よろしくお願いします。皆さん、お札の準備はよろしいでしょうか。お札の準備任せとけ。それでは、太陽ロー、太陽ロー、よろしくお願いします。じゃあ YS から順番にやっていきます。はい、ちなみにね、このね、プライズ動画は京さんのチャンネルでもね、コラボ動画で上がりますので、ぜひそちらもご視聴ください。それではいきましょう。さあ、どうだ。まずアームのね、そうだね、パワーをね、パワーを、こう持ち上がりはする。うん、うん、おお、なるほどなるほど。よっしゃ、2番手筋肉、さあ参ります。さあ頑張ってください。はい、返事だけはいいってよく言われます。はい、大きい。おー、さあ、ガッツリと掴みましたよ、マシュマルちゃん。いや、八号ちゃん、八号勝つ。おお、戻した戻した。特に引っ掛けるところもないですね。あまり期待できない部位かな。そうだ、先生堂々と、ここの中に、あの、羽の、隙間にね、なるほどね、羽の中に入れる、入れるのかな。おお、なるほど。おお、ちょっと待って、逆に言うと俺プレッシャーなんだけど、これ。このローテシステム、体に良くない。下を持ち上げると引っ張り出す作戦、どう。そしてダメなら引っ張り出すと。そうです。ちょっとなるか、ちょっとなるか、ちょっと手前すぎたかな。京さん、お、これは大京さん。おお、ちょっと書き出してみよう。この辺でこう奥の歯が、歯、アームが頭を撫でる。インセクター歯がもうやめて。あ、でもいいんじゃないでしょうか。松丸さんのグリーン、ならこうだ。成功法で頭を中心に持つ、頭を中心に持つ。うまい、いいですよ、絶妙。おお、変化なし。意外と難しい、ぬいぐるみ大きいからね。いきましょう、迷いのないアームさばき。さばいてるね。あ、さばいてるね。おお、惜しい。頭を狙いますか。かっちゃん、お尻を撫でる。お、持って、いい。ちなみにワイエスさんは誰が好きなんでしょうか。名前がぶっ飛んだ。いやいやいや、デク君でしょ、あなた。あの、めげないしょげない精神がめちゃめちゃ好きで、ね、おー、思い出しました。お茶子です。あ、お茶子ね。はい、お茶子かわいい。デク君も好きなんで、デク君とお茶子ちゃんが好きですね。デク君だったら一応あそこに新デクがいます。頼むよ。こっちないでしょうか。あとは粘って、これ惜しい。ヒューガ家に伝わる回転。この葉にて最強。未だにナルトで止まってますから、私の。ボルトはちょっとわからないです。羽の間に、なるほど、2箇所も、2箇所も。これは羽を封じればもう飛べない。結構後ろの方に行っちゃったからね。こっちも店員さんにセットしてもらったんですよ。ワンパンマンなるか。ワンパンマン、すごいね、強欲ですね。違うアニメになっちゃいました。ねえ、強欲な、強欲な今日、強欲な壺ならぬ強欲な、うん、おお、だぶ考えてくるね。いい一手につなげたいよね。つなげたいですね。結構グイグイきますね、京さん。今、筋肉さんの横につけてます。ありがてえ、京さんのパワーを感じ取り、感じ取り、ここで2人のパワーをここに集結。いいです。とも確率を待つしか攻略法が見えないです。それは攻略というのか。手が持ち上がってる。そう、すごいな。ブランクみたいになった。それで持つ。でもこれで、ね、修正されそう、うん、そうと。でも真ん中にね、まず寄せたいですね。おっと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 、ちょっと待って。ちょっとこれは修正いけそう。なんかいけそうですね。まだ京さんが何とかしてくれるらしいんで。ああ、何とかしてくれる京さん、任せてください。あ、いい感じですよ。うまい、出します。お、上手。それはうまい。出し巻き、出し巻き
そんなバランス良かったこのぬいぐるみ。そんなどうしたらこうなんの。なんとかなれじゃないの。羽の間に羽なんでしょうか。なる。おお、でもまあ動いた動いた。ちょっとこっちの方に寄せましょう。いいですよ。もちろんいいでしょ。これいいです。はいはい、すごくいいです。おお、戻ってきた。そろそろ行きたいところですね。そろそろ決めたいね。ちょうど真横になったんで行けるかもかも。かもかも。かもかもです。おお、惜しかったね今。30プレイぐらい一番惜しいプレイ出ましたね。確かに。じゃあ次の惜しいプレイは60プレイ後。恐ろしいです。信じる心、これが大事です。あ、いいかも。いいのかい？これはいいのかい？これいいかも。さあ、まだ攻略法が見えないので変わったことしましょうか。変わったこと。あえて押し込むのかい？押し込みつつ。手前だけを持つ。なるほどなるほどなるほど。それを引っ張ってね。はい。おお。頭を持つか。いいと思います。いいと思う。あると思います。ああ、持ったの木村さんなんだよ。よっこいしょ。おお。確率が来てるのかな。もう。じゃあこれ筋肉が決めちゃうってこと。じゃあここで外したらかっこ悪くならないようにゲットいたしましょう。八号ちゃん、さあ来てるか。おお、狙いはいい。確率か。来ましたよ。あ、いやダメだ。組んでる。あ、でもすごい。でもすごいね動きがね。さあどうなる。足から来てほしい。おっし。二本だから心配だな俺。あ、でも大チャンス。ちょい。腕乗ったよ。乗りました。乗り乗りだね。乗り乗りまさのり。乗り乗りまさのり。いいかも。うわこれは何が起こったんだ。数年後の世界ですね。なるほど。パラレルワールド、どうしよう。足持ち上げるしかないですよね。そうだね。せっかくねこうコラボでね出演してくださってるゲストさんですから、京さんに決めていただきたい。いいですか。お願いします。定まりました。定まさし。定まさしました。定まさしましたね。さあ、まさりました。まさったところで定まさし。定まさし。まさってちょうだい。定まさし。確率が来ると信じて、いつか必ず。それがいつかはまだ誰も知らない。あのうさぎさんの再来になるかもしれないですが。どうだろう、折り返してないんじゃないか。どうだ、まだ。おお、日本掴みで。日本掴み。ジャパン掴みでいきます。なるほど、ジャパニーズスタイル。ジャパンスタイル。こうです。いけるのか。おお、なるほど。2本だけ。新しい掴み方。日本。なんだかんだみんな朝早かったからお疲れ。そう、みんなもう疲れ溜まってるから。だいたいプラズやるとき疲れ溜まってるよね。前のコラボのときもね、割とね、こう歩き回った後で。あ、ごめん、ガッチリしてない。あ、でもなんかだいぶ来てる。来てる。パラレルワールド。おや、これは一体何があったの。これは、うわ、苦労したね。意外と難しいですよね。だからこそ大ね。あ、確かに失敗は許されない。確かにチュルンとする可能性が。チュルン。筋肉が決めちゃうのか。それともまた惨劇が起こるのか。さあ、どっちでしょうか。惨劇は回避したい。これ途中で止まりましたっけ。止まります。止まりますね。このタイミングが命ですね。さあ、大事です、ここ。はい。行きましょう。では、もうちょっと回らねえかな。そうなんですよ。ね、行くの欲しいですよね。なるほど、なるほど、なるほど。行っていただけるのすまんね。甘んじてはいけない。さあ、行きます。途中で止めます。はい。絶妙なタイミングで。おぉ、すごい。おぉ、すごい。あなたのキャッチはいらなかったんやありがとうございます。よかった、よかった。はい、無事ゲット。レオナ、お土産だよ。お土産だよ。今このね、画面の向こう側でやったーって言ってると思うんで。終わりでした。はい、終わりでした。はい、ちょっと長かったけどね。いやいやいや、全然。最終的にお迎えする、ここが大事なんで。そうです。はい、それを伝え続けるのも YS チャンネルの役目なんで、皆さん、めげずにしょげずに頑張っていきましょう。行きましょう。いやー、京さんもありがとう。ありがとう、京さん。はい。どうしたの。じゃれ合ってる。じゃれ合ってる。じゃれ合ってるの、これ。攻撃してるようにしか見えないけど。はい、続きましてこちらチーカー2段収納ボックスですね。こちら全3種類なんだけども、残念ながら親父の最初のウサギさんがいなかったというわけで、筋肉のね推しのハチアレちゃんを狙っていくということで、なんでねこれは取れたら筋肉に差し上げます。まだゲットできるとは限らないんで。そうね。はい、頑張っていきましょう。はい、じゃあ YS 先行でいきます。お願いします。手前がいいんじゃないかなと思う。バッタンバッタンさせましょうよ。あ、なるほど。
そもそもアームがね、そもそもアームがね、そこよりね、奥までね、行かないのにね、今気づきました。あ、でも進んだからね。そうね、一応動きはしてるんで、ね、進むだけご立派でございます。ありがとうございます。殿お、結構手前かね。あ、もちろんよ。なるほど、攻めるね。ドアにも当たらず。え、うまい。これどうですか。ただ、二人の見て学びました。ちょっと大きく前進させます。ここでバーに当たらなければ意外と奥でもいけるってな。狙いはいいんじゃないか。おっ、おお、うまい。もうすごい前進。最後クイがありましたよ。クイがね、ヒョウさん、うまい。いきまーす。うらうらうまい。さあどうでしょうか。うまい、うまい。さあ、さっきのね、挽回お目返上いきますよ。私がかなり前進させますよ。おー、結構意外にこの辺で。さあ、馬でしょう。これは馬、うま、ん、うまい、すごい。へい、うまい、すごい、速い。おー、結構じゃピンポイントで真ん中にまずやって、この辺だ。これはギリギリ、右は偏るギリギリ。あっと、これはどういうこと。これは、右アームが箱に当たりましたと。じゃあ今のを踏まえてこの辺でどうでしょうか。絶妙です。さあどうでしょう。ちょっと奥目なんでどうなるか。なるほど、手前ってことは、いや、ほんと右をギリギリにしなくちゃなんないんじゃないかな。へいや、うまい。いや、下手です。積んだ積んだ。左にぶつかっちゃい。いや、仕方ない、行くしかないんだ。筋肉がチーバーちゃんになってる。うまい。いや、こっちをもうちょっと狭くしたの、右をもうちょっとね、狭くしたかったんですよ。一応でもね、動いてはいるっぽいんだよ。結構でも暗黒ですね。暗黒美術界が、ちょうどこの裏にトムロのフィギュアがありましたから。気にやばいね。ちょっとお母さん、おかわりしたいね。お母さん、それはね、お賽銭です。父さんのお賽銭、ありがたい。いいことありますように。なるほど、この景品が取れますようにと、あとは二人に。ちょっとさ、思い切ってバーの手前狙ってみるわ。お、なるほど、だいぶ攻めるよ、それは。おお、どうでしょう。うまい。あ、うまい、すごい、お上手です、殿。ありがとうございます。持ち上がります。おお、前進しました。どうや、さすがです、殿。電柱でござる、電柱でござる。これじゃあもう手前で攻めていっていいでござるか。いい気がする。だってね、奥狙ってもそんなに持ち上がんないと思うんだよ。なるほど、殿、殿、G は嬉しいでござる。ちょっと手前攻めるね。G もういいよ。 G お、なるほど。やっちゃったじゃないですか。これはもうちょい出して押すみたいな。そうですね、もうちょい出しましょうか。じゃあ出して押せだ、これ。出して押す、出して押す、押して出す。じゃあコーナー出すって、収納ボックスを、収納ボックスを出して、出せるか、出してください。さあどうでしょう。いいんじゃない、いいんじゃない。おお、出た、強い強い強い。これは押してみる。YS 決めちゃう、ここで。我々はアシストをするまで。はい、そうですよ、殿に決めていただくため。やばいかもしれない。押せませんよ、それは。うまい、うまいけど押せませんでした。ちょっと僭越ながら押させていただきますのかな。これででも筋肉が落としたらね。また筋肉さん、はい、ま、ごめんね、みんなのヒーロー筋肉です。来るか、えい。みんなのヒーロー。なるほどね、ちょっとダメだった。押してさっきダメだったんですよね。なら押す、押して、もう一回押す、押す。意外とでも傾いちゃう。カットでお願いします。いや、俺カット編集したことないんで、ごめんなさい、無理です。もう一回奥狙ってみて、これでダメだったらパラレルワールド、パラレルワールドする。多分ね、片方当たっちゃう気もするんだよね。あー、なるほど。どうしますか、殿。はい、私呼んできます。パラレルワールド。おや、この形は一体何が。これは二段収納ボックス、二段収納ボックスです、殿。欲しい、殿、欲しい。これお願いします。姫、頼みます。姫、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 誰。姫のではだいぶうまい。おー、うまいね、いいね。あとは持ち上がりがどうなるか。おー、いいよ。おー、いい動き。同盟国、砂の国から来ました。砂の国、砂漠のガーラと申します。
ってお願いします。うまいさんじゃん。うまい。ガーナと申します。ガーナチョコレート。マダガスカル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 。すごい。さあ、あ、やばいかもしれない。これはアームに。お、いい。お、前に出ました。いかに真ん中にこれを置けるか。あとね、意外とね、うん、手前目でいい気がするんだよね。手前でいい。意外とね、2番ね、チョンでいい気がする。チョン、チョン。いや、まあ、ちょっと持ったかもしれない。チョン、チョンじゃなくてチョン、チョンぐらい。チョン、チョン、チョン。おー、なるほど。これがチョン。どうぞ。これは私のチョンです。あ、チョンいいんじゃない。チョン、チョン、チョン、チョン。ナイスチョーン。マジすごい。じゃあまたあなたですか。とりあえず気がしなかったです。すごい。お上手。おめでとうございます。はい、じゃあ筋肉さん、そのまま持っててください。あ、はい、はい。ありがとうございます。どうぞプレゼントいたしますよ。ありがとうございます。筋肉。ありがとうございます。ジャルジャルゼンかこれは。あ、そっち行っちゃった。ノーティそっち行っちゃった。あ、はい、というわけでゲットしました。ありがとう。はい、3つ目狙っていくのがこちらのチーカーのホットサンドメーカ ー, いやーこれね、昔ちょっと欲しいなって気になってたんだけどスルーし続けて、というのもね、ウサギさんがいなかったんで、はい、まあでもね、なんかラスイチってことでね、ちょっと急遽店員さんに入れてもらったんで、ちょっと今日はね、これをお迎えして帰りたいと思います。頑張ります。橋渡しですよ、我々の苦手な。私から行きましょうか。お、京さんから。面白い案件だといいんだけどね。案件、案件、なんかちょっと、なんかちょっと嫌な手前を持っていきます。はい。あ、でもなんか新鮮。新鮮。おお、俺確率ばっかりやってるからさ。あ、いいね。こういう動き楽しい。私やらせていただこうかな。持ち上げる？回した方がいい。そうね、横にするには回す方がいいね。なるほど。そういうのバサッみたいにこうギリギリを攻めた方が。ギリギリ攻めた。このアームも。たまにバランスキャッチとかあるで。なるほど。ちょっと本当にバランスキャッチしてた。ほら、フラグ建築士1級持ってるんだね。持ってるね。バランスキャッチ本当にした。そんなすぐ回収するか。じゃあちょっとね、京さんの言ってた通り、ちょっと回すために。じゃあ若干、右寄せからの奥狙いで。これでどうでしょうか。ね。時計回りしてるね。ちょっと引っかかってるのがちょっと気になるけど。おっと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 、どうなんのこれ。おっとっどうしてそうなったの。ワンチャンス到来です。なんかディスプレイみたいになっちゃったけど、これはもう押すだけです。父さんが取ったプライズ俺がもらえるってことのようです。最高じゃん。いや、最高なのか。絶妙。どう、あの、かすりそう。おっしー、こっから何かあるか。ない。やはり3連続筋肉さんが取る運命だったようです。ごめんね、また僕なんかやっちゃいそうで。チュイーンと、チュイーン。筋肉の得意分野じゃん、チョーン。おお。惜しい。じゃあ俺がチョーンで取っちゃうかな。チョーンですよ、チョーン。チョーンですね。チョーンね、チョーン。そうですよ、チョーンじゃなくてチョーン。オッケー。舞台は整いました。トロン、我々のアシストを、はい、うん、いきます。1番はチョーン、そして2番をちょ、おお、さあこれでどうでしょうか。ちょ、いいですよ。お願いいたします。ちょ、よーし、決まりました。ありがとうございます。でかいちょ。え、出せる。でかつよ。おお、ホットサンドメーカーゲットしました。おめでとう。はい、というわけで大収穫ね、すごい楽しかったね。いろんな設定楽しめて、うんうん、いや、すごい良かったです。はい、改めまして京さん、今日はコラボありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、また機会あったら30年後ぐらいにコラボしましょう。もう早くやろうよ。もう私のチャンネルなくなってるかもしれませんよ。そんなこと言わずに、それではそれでは今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。京さんのチャンネルの方でも別のプライズ動画が上がりますので、ぜひそちらもね、皆さんご視聴ください。おー、ありがとうございます。うん、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。いきますよ、せーの、じゃ。それではうさぎさん
なんかうさぎさんがめっちゃ食べたそうにこっちを見ているような一番推してる人にこれを貼ります。私の一番の推しは僕かーい、金六さん、あなたです。性格はよくわかんないんですけど、見た目で言うと、おえおお、ワンワンつながりですね。ご縁があります、プリンくんと。あ、そうなんですか。はい、この方とプリンくんとポチャコくんとシナモンくん、ワンワンさんで、シナモンくん人気ですよね。はい、キャラ隊ずっと1位取ってます。すごい、頑張れ。まーいまーい、今日さんの前いただきましてありがとうございます。これはおー、一瞬見たことあるサムネで、なんか落ちちゃった衝撃で、おお、今のでも勢いでパーツ吹っ飛んでったらちょっと大変なんで、今ので顔変わっちゃったかもしれないんで、今日さん歌いながら、あ、それ無茶ぶり。誰もが目を奪われてく君は完璧なアイドル。わお、本物だー、すげえ。俺ずっとこれ見たくて、京さんにお願いして持ってきてもらった。うわ、めっちゃ感動してる今俺。やばい、泣きそう。CG じゃなかったんだ。もうねー、実在したんだ。京さんのニードルフェルトシリーズの中で一番大好き。あのサムネうまいねー、本当に。人をね、引きつけるね、力があったの、あのサムネに。お触りになってください。いやいや、触りも OK？ OK です。手袋持ってきてないよ、俺今日。本当にいいんですか？うん、もちろんです。手触れるわ、本当に。あ、柔らかい。意外と。意外と柔らかい。意外と赤ちゃんのように。ああ。そうね。あ、よち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 。では、はい。YSチャンネル、はい、登録数5万人と、きょうさんとの再会に乾杯、はい、いっぱいあるよ。これでいきます。はい、よろ、うん、これだ。何番ですか？6って書いてる。6って大丈夫？わかんない。なんか6ってあんまりなイメージあるけど、数字的には裏だね。裏裏。お、大吉だよ。大吉さん、すごい。本当だ、おれ、すごい。なんて書いてある。願い事、思いがけぬ人の助けありて叶うことあり。お、すごい。30番を30番、おー、行きたいと思います。行きましょう。ほい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 。その裏ですね。せーの、うら、中吉。中吉、なるほど。なんかちょっと台を見た後のまあ最初に台出ちゃうとね。なんて書いてる、なんかいいこと書いてある。ですね、もう流れ的にはもう今日34ですよ。ここからいきますね。はい、だ大吉。おお、すごい。グッド、大吉出たよ。よったで。焦るな、リアリ。おお、焦っちゃう。タイアリみたいな書いてある。焦るな、タイアリ。今日さん、いただきます。いただきます。よいしょ。